いやすごいですね。ガーシーさん当選。なんかね、今年の2月ぐらいまでは全く無名だったんですよ。で、YouTube 活動を始めて、私が知った時も、チャンネル登録20万人ぐらいだったと思いますよね。それからあっという間に100万人になって100万人を超えてってとこだったんですけども。 まあ、まさかね半年前まで誰もが知らない人が誰もが知っている国会議員になるっていうのもね珍しかったと思います多分国会議員何回もされてる方がいらっしゃると思うんですけどもでもほとんどの方は無名ですよね無名なんですよでも今回は有名なんじゃないかなと思いますいろんな意味でね隠されていたからこそ有名になったところもありますでもここで気づいていただきたいのはインターネットのおかげで でできたってとこなんですよインターネットがなければ多分ガーシーさんも NHK 党も立花隆さんも日の目を見ることはなかったでしょうね当然私もそうですよ吉田さんもそうかもしれないですよね。リアルな世界でもやっていきそうだよねって評価確かに受けますけどもどうですかね。いつも同じ時間に出勤するっていうことすらもう多分できないと思いますね。で今は出勤っていう概念がなくって気が付いた時が出勤時間だからコンスタントに こうやってね動画も更新できると思うんですよこれが毎朝8時に着席して朝の1分間スピーチした後にコーヒーい杯飲んで業務スタートみたいな感じだったら多分ねその型にはまることができなくって能力を生かせなかったのかなと思います例えば YouTube をこれほどまでにたくさん更新する能力があっても 今日忙しいから YouTube 活動ちょっとやめてさ、こっちの書類片付けてくんないお得意様先に行ってちょっと頭下げてくんないって言われたら、なんかふた負担だな、ストレスだなと思ってやめてるかもしれないですよね。あのー、ガーシーさんもそうなんですよ。その芸能人の裏話っていうのは、言ってみればニッチなんですよね。だって芸能人のことを僕ら興味ないじゃないですか。そもそも芸能人知らないわけですよ。もっと言ったら、綾野剛さんが 幼い女の子、17歳の女の子をなんかねお酒飲ましてどうこうっつってもドラマが面白いから見るわけですよ、ね、そこに一定の層あのテレビでは綺麗に映してるけどもこいつは本当はとんでもないやつだそれをかばってる既得権益もとんでもないやつだっていうふうな形があるんですよね形がで、それに対してロスジェル世代を中心に鬱屈が溜まってる人がね持っていくところがなかったんですよ で、ふてくされて選挙にも行かないみたいな感じになったところに、ガーシーさんがポンと出てきて、こいつがめちゃくちゃやってくれるかもしれないなと、自分の代わりに敵を打ってるかもしれないなっていうところに、多分40代、50代の票が集まったっていう、堀江さんの見解なんですけどね。これは私もそう思いますね。だからまさに、不満が募っていて、それを持って行きどころがなかった人が、まあ、闇の世界からね、まあ、悪の化身とも言えるような、 悪の正義,の正義つって言ったらよく分かんないですけど悪の理屈を振りかざしたガーシーさんが出てくることによってあの今までね隠していたからこそ丸く収まっていた世界を逆転させていや正直にやっていこうぜ人が傷つこうがどうしようがみたいな感じで多分逆転現象を起こしていったんじゃないかなと思うんですよそれこそロスジェネ世代っていうのは正直に生きてきたのに報われなかった人たちですよだからそれがもういいやもう正直にやってもバカバカしいっていうんで 人を撃ったりすするるよような事件が起きるわけですよねそういうふうないわゆる下克上とか無敵な人っていうふうな感覚が今度はあの暴力ではなくて言論の世界に移ってきて初めて民主的に言論でことを覆すためのチャンスが生まれたのがガーシーさんの想像だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう意味で言うと私たちもあのインターネットを使って私もそうですけどね芸能人政治家のスキャンダルみたいなのを動画で撮ってアクセスを集めたりとかね 給付金とか助成金みたいな情報が経済産業省からちょろちょろっと出てきたものを拡大してねもうたくさん量産して人気を集めたみたいなこともありますしお金の裏の裏を書いて生まれた暗号通貨っていう概念をユーチューバーが全員で発信してアクセスを集めて金持ちになるみたいな道も引きましたしだから王道があれば邪道もあり下道もあり裏道もあるってことなんでしょうねどの道を歩むかは私たち世代なんですよでそれが まさにガーシーさんみたいなのがあの国会議員になることによってついに国会議員に逆転のメドがついたってことなんじゃないですか今までの既得権益を持っていた人たちがだいぶ追いやられてきてこれからねそれから今まで日の目を見なかった人が今度は表に出ていくってことでぐるっと昼夜転換が起きるんじゃないかなと思うのが今回の選挙でも一つ見えてきたんじゃないかなと思います私も党とか、ね、ガーシーシさんの 応援をしながらいっぱい動画を撮ってましたんでそれによって関連で出てきたんじゃないかなと思いますけどねはいでガーシーさんが今度は NHK 党が今度はね人気を出せば出すほど今度は別の勢力がまたニッチな存在としてポンと浮き上がってきてそっちのファンがまたね元気になっていくような気もしますこうやっていろいろぐるぐると回っていくんではないかなと思いますじゃあ一旦以上ですいってらっしゃい